皆さんこんにちは、水郎です。今回から新シリーズ、初心者からの質問に対する回答動画を作成します。ほぼ毎日20時から生放送を行っている中で、いただいた質問をピックアップして動画にしていきます。何か気になることがあれば配信や動画でコメントください。今回のご質問は、保有するべき銘柄数はについて意見を述べていきます。先に自己紹介をいたします。シジローの米国株ブログを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、Twitter を中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またメンサ会員です。メンサやプライベートに関してもブログでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。前提として保有するべき銘柄はその人の条件によって大きく異なります。そのため自分に合った銘柄数を探すための大きな要素を紹介します。それは資金量、自分の知識量、株式投資に使える時間です。まず資金量によってなぜ決まるのかについて説明します。資金が少ない場合、例えば100万円を投資するとき、10銘柄に分散すると各銘柄10万円の投資となります。基本的に個別株のパフォーマンスはインデックス投資との競争と言われています。だいたいアメリカの SP500 の年間リターンの期待値は 7% と言われていますので、それを超えるためにいろいろと勉強して選定して 10% のリターンを取ったとしても年間10万円になります。つまり調査時間あたりの効率は非常に悪くなります。反対に資金量が大きい場合は、分散しても調査時間あたりの効率は悪くなりません。むしろ調査をサボることで大きな損失につながります。もちろん少額でもしっかりと調査することは必要ですが、購入銘柄1つにかける熱量を増やすには時間帯効果が悪いことがわかると思います。そのため資金量が少ない場合は、気になる銘柄を1株ずつ買って毎日眺めたり、インデックス投資をしていく中で相場の雰囲気を勉強したり、資金量を増やす努力をしたりすることをお勧めします。自分が納得できる時間帯効果の資金量になってから本格的な個別株投資に挑戦しましょう。次に知識量によってなぜ決まるかについて紹介します。株式投資にはたくさんのルールが存在します。初心者の方の場合、株価やチャートを頼りに始めるケースが多いと思いますが、個別株は決算、バリエーションなど様々な観点で売買されています。つまり土台の上に分析力、努力、経験が必要になってきます。そのためまだそれらの知識がついてないうちは、不用意に銘柄を増やすことはリスクの拡大につながります。しかし先ほども紹介した通り、勉強に身を入れるために一株ずつたくさんの銘柄を買ってみることはありだと思います。株式投資のコツをつかみ始めてから本格的な資金投入及び分散投資をお勧めします。最後に株式投資に使える時間でなぜ決まるかを説明します。株式投資は平日はほぼ稼働しています。つまり毎日様々なニュースで相場の雰囲気が変わっていきます。少なくとも投資先の企業ニュースについては毎日確認する必要があります。投資先が増えるほど、ニュースの確認や決算及び銘柄分析のための S1 読み込みが必要となります。例えばシジローの場合、決算分析には2時間、銘柄分析には約30時間かけています。これが10銘柄となれば、購入までに300時間と毎期20時間の勉強が最低限必要になります。勉強不足での分散は失敗のもとです。お仕事がお忙しい中、これらの作業は難しいと思いますので、自分に合った銘柄数の保有もしくはインデックス投資への分散をお勧めします。結論です。保有するべき銘柄は資金量、知識量、時間によって決定されます。初心者の方は一株ずつ購入してみて、管理の難しさや相場のコツを学んで自分に合う銘柄数を見つけていくことをお勧めします。勉強不足での分散は失敗のもとになりますので、自分に合った選択をしていくことが重要で、明確な正解はありません。また気になることがあれば動画や配信にコメントください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ブログ、ツイッターも毎日相場について更新しているのでフォローお願いします。以上、スジローでした。また見てください。